したんですか？急に呼び出して。ロクシスとパメラがいないみたいだけど。その二人のことだがな、非常に重大な知らせがある。重大な、一体何です？聞いて驚くな。実はロクシスはな、ドキドキ、ロクシスはパメラに惚れている。大声を出さ。だって、うん、驚いた。本当なんですか？俺様の素敵恋愛センサーが捉えた情報だ。まず間違いなかろう。お前たちにも心当たりがあるのではないか。心当たり？そう言われると。パメラにだけ優しい気も。パメラ先輩美人ですし、黙っていれば間違いないわね。これはお前たちなら分かってくれると信じていたぞ。でも、もしそうだとして僕たちはどうすれば。気づかないふりをしてた方がいいのかな。そんな消極的でどうする。あのロクシスが女に惚れたのだぞ。そうだよ、きっと奥手なロクシスは告白も満足にできなくて、これはもう何が何でも応援してあげないと。その通り、今日は気が合うな。でも応援って言っても。その点は心配無用だ。こんなこともあろうかと準備をしておいた。自然なくらいに手際がいいですね。さあブエインよ、これを持ってロクシスの元に向かうのだ。これは。ブツブツ言っている。なんでもないや。おかしなやつだな。この機械は？これぞ俺様の秘密道具その15。遠くの者とも会話ができる。名付けてトランシーバー。トランシーバー？そうだ、これを使い俺様たちがお前に指示を出す。お前はそれに従いロクシスをラブラブ青春モードへと誘導するのだ。なんでこんなもの持って。いや、それ以前にどうして僕が行かなきゃ。ごちゃごちゃ言うな。男にはやらねばならぬ時がある。そんな。はあ、なんでこんなことに。あ、何の音だ。気のせいだよ。先生、こちら軍団、ただいまネット電波発信中。急に鳴らさないでくださいよ、バレちゃいますって。電波は良好のようだな。そのまま切らずに繋いでおけよ。先輩、やっぱりこんなことやめましょうよ。そんな小声で何を話しておるのじゃ。
なんでも。おや、それはそういうことかい。よいよい、わらわの味方じゃ。え、まさかグルなんですか。はてさて、それはどうかの。怪しまれてはおしまいだからな。必要な時だけこちらから指示を出す。もう観念します。それで何の用だ。大事な話とか言っていたが。なんて切り出せば。そうそう、錬金術で聞きたいことがあって。私に？君が聞くようなことがあるとは思えないな。そんなことないよ。最近はロクシスの方がよっぽど上達してるし。そう思うならそれは君の努力不足だな。それは少し前は君の方が上だった。無論いつかは追い越すつもりでいたが。で、聞きたいこととは？はい。女性の質問って言われても何を聞けばいいのか。フィロのことどう思う？フィロ？また唐突だな。ごめん。そうだな、錬金術の腕は光るものがあると思う。それを上回るミスが激しく目立つがな。そうだね。性格も災いしてるんだろうな。年の割に幼すぎるというか、子供っぽいというか。そうでもないと思うよ。そんな子供っぽくもないかもしれないし。そうか、年相応に感じたことは一度もないな。ひどいロクシス君。私だって一人前のレディなのに。なあ？今声が聞こえたような。気のせいだよ。ロクシス君なんてもう知らない。面白い話が聞けたのはいいが、そろそろ本題に行け、部員。そうですね、もう僕も限界ですし。ズバッと聞いてしまえ、ズバッと。ズバッとか。よし。ね、ロクシスは好きな人とかいるのかな。ロクシス大丈夫？大丈夫なものか。突然何を。ごめん、気になったから。いるわけないだろ、好きな人などと。いいか、私は錬金術を学ぶためにこの学園にいるんだぞ。そうだよね。大事な話と言うから何かと思えば。あれ、でもそれじゃあまだ何かあるのか。いや、その聞いた話なんだけど。はっきり言え、気持ちの悪い。だからなんだかじれった。もっと踏み込んだ質問をしましょう。まあ待て、これはこれで面白いではないか。これじゃいつまでたってもロクシスの本心は引き出せないわよ。ロクシス君がどうしたの？どうもこうも恋の話を恋バナよ。静かにしてください。向こうの声が聞こえません。ロクシス君が
お相手は誰なのかしら。それがね、驚いたことにパメラらしいの。まあ、私？そう、あんたパメラ！うわ、いつの間に気配を感じさせずに俺様の背後を取るとは。これはまずいのでは。そっか、ロクシス君が。どうしようかしら。よし。あ、パメラ。どうしよう。ねえ、非常に面白い。いや、困った展開になったな。急いで追うぞ。これを見逃しては生涯後悔する。おい、ベイン、しばらくロクシスを足止めしておけ。え、先輩、足止めって。あれ、声が。またブツブツと。なんだか今日は様子がおかしいな。いや、別に何でも。うん、本当に。ん？その持ってるのは何だ？見せてみろ。これは何でもなくて、だからその。ロクシス君、見つけた。わあ、パメラ。珍しいですね、こんなところで。すみませんが、今あなたに構ってる暇は。話は聞いたわ。気づかなくてごめんなさい。ロクシス君が夜も眠れず、食べ物も喉を通らず、勉強も手につかないほど。私に恋焦がれていたなんて。何を言ってるのか、まるで理解ができないのですが。いいの、全部わかってるから。これまでも言い寄ってくる人はたくさんいたし。でも、まさかロクシス君が。キャーン。いや、だから、全くの事実無根です。どこからそんな噂が。でもね、ロクシス君のことは嫌いじゃないけど、でも、メガネで長髪で細身で嫌みったらしい人は好みじゃないの。それじゃあ、ほぼ全否定だよ。そういうことだから、これからもいいお友達でいましょうね。見事な振られっぷりだわ。歴史に名を残す玉砕っぷりだ。暴れすぎて笑う気にもなれない。ロクシス、なんとかわいそうなやつ。なんだ、なぜこんな敗北感を。あちゃー、悪いことしちゃったね。そもそもパメラのことは好きでも何でも。いいって、分かってるから。そんな強がらなくても。虚勢を張ることでくじけそうな心を支えているんですね。違う、本当に違うんだ。今夜はとことん付き合うぜ。お前にだけは慰められたくない。卒業までにもう一回アタックしなさいよ。泣くなよ、ロクシス。ほら、皆さんも応援してくれてます。頑張りましょう。違うんだ。私の話を聞いてくれ。大変な騒ぎになっちゃいましたね。いやー、わらわはかなり満足じゃ。もうぐんだるや。
さすがはパメラだ。この予想外の行動力は天性のものを感じさせる。まさか全て狙い通りだったとか。はて何のことかの。飯でも食いに行くか。いい働きをした褒美だ。何でもおごってやるぞ。ロクシス、ごめん。本当にごめん。誤解なんだ。じゃーん、完成したよ。たくさん取れたよ。見ろ、上々の出来だろ。先輩、取ってきた材料の確認をお願いします。最終任務完了。